ガジェットウェアをご覧の皆さん、こんにちは。日経デザイン編集長の丸尾宏です。今回はですね、日経デザイン、2014年12月号の、ご紹介をさせていただきたいと思います。今回、日経デザインではですね、この売り方がすごいというものをテーマに、売り方をデザインしようという、特集を組みました。今ですね、デザインというと、多くの人は、色や形、目に見えるものを想像しがちなんですが、本来デザインというものはですね、消費者がどういうふうな豊かな体験をするかということを、いろんな形で設計するというのが主な意味だと思っております。でその中でですね、売り場で そのお客さんの体験というものをどうデザインするかというのを今回は、この特集では探ってみました。その事例としてですね、一つ、象徴的なのですね、こちらのホンダカーズ大阪のですね、ユニバーサルスタジオジャパン、納車センターという、施設になります。これはユニバーサルデザインスタジオの中にある施設でして、営業所ではなくてですね、その納車というものを専門にやる組織になっています。で納車というのはお客さんに車を買った後にですね、受け渡す時の、ことを納車というんですが、そのための専門施設で、ここでは営業活動もですね、サービスとか修理とかそういうのも一切行われず、ただただ本当に USJ バリのですね、セレモニー的な車の受け渡しの式というのを、ひたすらやり続けるという、大体1日に100台ぐらいの、納車のキャパシティを持っているという施設になります。ここでその車のですね、受け渡しも感動の瞬間ですよね。初めて その自分の車との対面の瞬間というものをきちんとデザインする。でですね、これによって、顧客のその満足度を上げるということが一つの目的なんですけれども、実はその納車というのはですね、今までは営業担当者がやっていて、例えば1台にあたり1時間半とか2時間ぐらいかかる、非常に時間のかかる作業だったということで、でこれをですね、実はその納車専門の、納車だけを切り出して、ここを専門の組織に任せることによって、営業もその、営業する時間ですね、例えば外回りだったりお客さん対応するとか提案をする、そういう時間をですね、作ることによって、非常にその、売れて、企業として、非常にその商品が売れるようになったというようなですね、仕組みを、作り上げた、組織です。ここではその、実際にですね、いろんな、係のスタッフの女性はほぼ全員女性なんですけども、女性のですね、スタッフが、いろいろ事前に営業の担当者からお客さんの話を聞いていて、で、それに応じたその例えば車の説明だったり、おもてなしだったりということをして、顧客満足度を上げながら、しかもその営業の販売の効率というものを高めるというですね、新しい売り方をデザインすることによって全く、今までとは違うその売り方をして、でそれによって非常にその、営業効率を高め、売れるようになるという仕組みを作ったという、仕組みのデザインを、したという非常に面白い事例です。この他にもですね、様々な形で、売れる仕組みというものをデザインしているという例を、本誌では取り上げてみました。2014年12月号の日経デザイン、ぜひご興味ある方はご覧になってみてください。